生まれ育ったふるさとでの体験を通した活動、そうした活動は子どもたちが素晴らしい思い出、そうしたものを作るだけではなしに、その中でふるさとを知り、そしてふるさとを愛する、そうした子どもを育てる、そのことにつながる活動にもなっているように思います。お年寄りの優れた技を学び、そしてそれを生活に生かす。小口は最低の家にはあったそうです。子供慣れてる時、綺麗に泡は泣いていました。おじいちゃん、おばあちゃん、お母さんも一緒になり、縄縄をしていました。水の汚れ度合いを調べるために、4種類の水質テストをしました。田んぼの土は柔らかく、長靴の中にも泥がたくさん入ってきました。地域の人たちが手伝ってくださったおかげで、お米の大切をいただきますの意味もわかりました。市内の14校が授業で育てた米を持ち寄り、東北の被災地に送ることになりました。米に一つ一つ一つ、ごみを作る以外にもたくさんしなければならない準備があることが分かりました。感謝する気持ちを持つこと、人と人とのつながりの大切さについて知る、とても良い経験になりました。またやればできるという自信を持てたことに、娘の成長を感じることができました。本当にありがとうございました。今こそ学校と家庭と地域が互いにこう手を携えて、子どもたちが地域に学ぶ、そういう機会を意識的に作っていく、このことが大切になると思います。